清水久津は日本のフリーアナウンサー。千葉県市川市出身。小学生時代から競馬に興味があり、友人たちと競馬実況の真似事の遊びをするくらいで放送研究会がある大学進学を目指し、整形大学進学。在学中、日本放送ショーアップナイターの学生アルバイトとしてスコア付けを都合5年担当。また、 アナウンススクールは、ラジオ日系のレースアナウンサー養成講座に通っていた。就職活動では、スポーツアナウンサーを目指し活動しており、アルバイトをしていた日本放送の採用試験を受験しており、後日の2004年入社の飯田浩司との社長面接結果で不採用とされた。1年間の就職留年を経て、2005年3月、同大卒業後の同年4月、 東京 FM に一般職で入社。入社以後に報道、情報センターの記者職として配属され、ストレートニュースや都庁、国会担当記者やスポーツの現場を持ち回り担当。しかし、スポーツ実況への思いを捨てがたくしていたが、当時、日本放送に中途入社していた、現、フリーアナウンサーの石黒新平が一心上の都合で同社を退職したことで、 採用枠が空き、2007年3月31日付で東京 FM を退職。フリーアナウンサーへ転身し、2007年4月1日付で日本放送スポーツ部所属の契約アナウンサーとして採用された。遺跡以降、ショーアップナイターや NRN 系列局のナイター中継でのベンチレポートや NRN 系列局への裏送り中継。 フレッシュオールスターゲームのベンチレポート、競馬中継などを担当。また、売ってに呼びカードの実況担当になることはあったものの、いずれも放送されず、2007年9月12日の西部 VS ソフトバンクで正式に実況デビュー。フリーアナウンサーであるため、日本放送の公式サイトのアナウンサープロフィールに名前は載っていないが、2010年からは、 ショーアップナイターの実況アナウンサーのページに紹介が載せられるようになった。ショーアップナイターのレギュラー実況は少ないが、2008年と2009年にフレッシュオールスターゲームを実況。2012年4月6日の RCC カーアップナイターへの裏送り中継において、広島の前田健太投手のノーヒットノーラン達成のシーンを実況した。また、 フリーアナウンサーであるので、千葉ロッテマリーンズ主催試合のテレビ及びインターネット中継の実況及びリポーターも担当。競馬実況では2008年のジャパンカップダートで初めて G1 レースを実況。その後、2009年は大賀賞、安田記念、天皇賞などを担当し、同年4月5日、放送分から日曜競馬日本総合司会に抜擢された。 2020年11月15日の第45回エリザベス女王杯をもって現存するすべての HGI 競争を実況した。また同一競争の連続実況も多く、2010年以降のサツキ賞、日本ダービー、有馬記念、2011年以降の喫下賞のように10回以上続いているものもある。2014年ソチオリンピックでは現地リポーターを担当した。 プライベートでは、学生時代から都合10年以上交際していた、個人事業主の彼女と両家の親から悟されるように、席を入れ、結婚した。テレビラジオインターネット動画配信テレビラジオほか、番組内でのレポートなど、ありがとうございます。